おはようございます。8月2日金曜日、今はアンゴラの首都ルアンダです。ここルアンダでモンキーのクラッチを無事に修理完了したので、今日出発しようと思います。本当はここもうちょっとあと1泊か2泊ぐらいする予定だったんだけど、今日時点でアンゴラ滞在が26日目、アンゴラ滞在できるのが30日間なので、残り今日を含めてあと5日間しか滞在できないっていうことに昨日の夜ふと気づいて、急遽今日の出発に決めました。うっかりしてた、はい。まあここ一旦ザンビアに向かって走ったけど断念、ザンビア行きは断念したので、ここからルアンダからはもう南に向かってナミビア、そして南アフリカと向かっていくことにしました。今いるこのルアンダから一旦は東に向かって、このザンビアの国境手前まで行ったけど、ここからまたトラックに乗せて戻ってきて、今首都のルアンダにいます。でここから今日は南に下ってこう海沿いに行こうかなと思ってます。でこの、ロビトのあたりまで行きたいけど、ここまで500キロぐらいあるので、ここまで行けなかったらまあこのサンベのあたりにしようかと思ってます。今は時間が朝7時ちょっと過ぎたぐらいなので、まあちょっと早めに出発してできればロビトまで行きたいと思います。今日ここまで行ければ、ビザの期限内にここナミビアまで行くことはできると思うので、ちょっと、まあ、頑張りたいと思います。準備ができたので出発します。ありがとうございました。Obrigado. Vai. Obrigado. Amigo, anda bem. É. Já, já. Bye bye. Yoshi. Sá. 7時半になってしまったけど、ルアンダを出発。クラッチも大丈夫。朝はちょっと涼しいかと思ってインナー着たけど暑いや、脱がないと。うわーすごいね、都会だ都会。今日はここルアンダから海沿い、大西洋沿いの道を通って南に向かっていきたいと思います。うわーすごい大都会、うわーすごいぞ。あーおー、もうちょっと歩けばよかったかな。街歩きこっちまで来てみればよかったな。いろいろと本当はあと1日2日ルアンダ滞在する予定だったから、とりあえずバッグ洗ったりもういろいろ洗って、でもうちょっと散歩とかしようと思ってたんだけど、昨日の夜急にふと気づいてアンゴラ滞在何日目だっけなって思って調べたら、昨日時点で25日目で、アンゴラ滞在可能期間は30日だっていうことをすっかり忘れてた、うっかりしてた。いやー良くないね。まあとりあえず今日出発して順調に進めばオーバーステイにはならないと思うので、まあまあ大丈夫。いやこれが、いや本当にアフリカといっても、一口にアフリカとは言っても国によって場所によって様々、こっちか、町によって本当様々。アンゴラでもここの首都のルアンダはこんな高層ビルも建ってて、車も人もいっぱいいるけど、
うわ、本当にビルだ。ザンビアに向かうときに通ったカゾンボとか、ああいうところは本当にここの日じゃないもんな。うん、軍人さん、街中でも銃を持って。滑ってるな。ちょっとだけ滑りはあるな。でも良かった、本当に良かった。これ部品取り寄せ2週間かかるとかなってたら完全にオーバーステイだったもんな。どうしてたんだろうな、そうなったら。もう考えないようにしよう。あ、これはポルトガル時代の、植民地時代の名残なのかな。やっぱちょっと滑ってるな。ちょっとだけ滑りはあるな。急加速すると若干滑ってる感はあるから、あまりどうにしたって負荷はかけないようにしていこう、極力。信号がついて設置はされてるけど光ってないんだよな。いやー、ちょっとね、やっぱりまだ滑りが完全に解消されてなくて、特に上り坂ではかなり滑ってしまっているのが気になるので、ちょっとね、戻ります。バイク屋に戻る。ダメだ。結構スベスベだな。ナミビアのウィントフックまで行けばホンダのディーラーあるから、そこまでは行こうかなと思ったんだけど、いや、ちょっとこれは厳しそうだ。いや、ちょっとね、ビザの期限もギリギリで焦るんだけど、もう仕方ない、そこは最悪仕方ない。途中で動けなくなった方がもっと大きな問題になってしまう。30キロぐらい進んできたけど、また戻ってバイク屋に行きます。ほら、もうちょっと上り坂ではダメだ。まず無事にバイク屋まで着けるように頑張ります。もし時間かかりそうだったらビザの延長、それも考えないといけない。できるのかな、延長。もうほとんど自走できない状態になり、道端に止まっているとバイク乗りの青年が近づいてきて助けてくれました。怖い。ありがとう。なんか通りがかりの青年が助けてくれた。足で押してくれてる。これで6キロはきつい。きついでしょうね。モタンサポケラ。マジのナオト。ナオト？こっち？わあ、もう一人課税してくれてる。おお、課税してくれた。
2台で、ああ、あらららら、おお、ああ、一人こ転倒してした、ああ、助けてくれてた一人が。転倒してしまった。大丈夫かな。ああ、もうちょっと行けるところまでは行っとこう。大丈夫？大丈夫？ああ、申し訳ない。転倒してしまった彼はちょっと擦り傷があるけど、まあ大丈夫みたいだ。ああ助かる。緩やかな登りだけど、これが結構もうこれすら登れなくなってしまった。助かった、助かる、ありがたい。見覚えのあるとこまで来た。あと少しだ。このカーブを曲がったら間もなく着いた。着いた着いた。ああ再び、よいしょ。ここまで押してきてくれた彼に謝礼を払おうとしましたが、お金はいらないと言い、さっそうと去っていきました。本当にありがとう。また修理してもらったバイク屋に戻ってくることができました。途中でバイク乗りの青年が後ろから押して助けてくれて、かなり早く着くことができました。でそのバイク乗りの青年はお礼を渡そうと思ったんだけど受け取ってくれなくて、せめてガソリン代だけでもっていうことで言ったんだけど、もういらないって言って断って、行ってしまいました。そして今まだエンジン熱いからちょっと手つけられないので、冷めるのを待ってからエンジン開けて作業をしてもらいますが、どうなるんだろうな。とりあえず作業待ちです。およそ2時間で修理完了。よくなったかもしれない。あ、滑りなくなったかな。あ、これで大丈夫かもしれない。いいかもしれない。多分、多分。アブリガード。とりあえず修理完了。よし。アブリガード、バイバイ、チャオ。あ、修理完了。今度は調子が良いかも、良さそうだ。これで大丈夫かな。とりあえず今から、テントをちょっとねこの辺近くで買おうかなと思って、テントが売ってるっていうところをお店を聞いたので、そこに向かって試運転がてらそこに向かいます。大丈夫そうかな。なんか言ってるけどわからない。ちょっとこの右の青年がバイク乗りながら写真動画撮ってんのかな、あれ。朝は5、60キロ出すと若干滑ってて、回転だけがぐわーっと上がっちゃうような感じだったんだけど、今はもうそれがなくなって、全く滑ってる感じはなくなった。そろそろ目的の店ケロに到着します。これか、これか。ここだな。よし。はい。
すごい物はいっぱいある。調理用品もある。いや、こんなのいらないか。洗剤、あ、洗剤、おー、でかいや、ニベアでかい。お酒もあるし、缶詰もある。いや、でも今はいらない。ここには、残念ながらここにはテントはないみたいだ。テントはない。仕方ない。工具もあるし、電化製品もあるし、物はたくさんある。あ、ここには文房具だ。文房具もいっぱいある。あ、でもテントはないから仕方ない、行くか。ケロにはキャンプ用品、テントはなかったので仕方ない。ちょっとテントはまだ後にして、次の行動を考えます。先に進むか、ルワンダに留まるか、ちょっと悩むとこだけど、少しでも進んどこうかな。うん、そうします。多分よし、決めた。ここから、今日はここから100キロぐらい離れたところまで行きたいと思う。まあ、アンゴラ滞在可能期間の残りが少なくなってるのもあるし、少しでも進んでおけば、気持ちの余裕も持てるでしょうということで、焦りは禁物。で、今もう3時だから100キロ、5時ぐらいにはその目的の場所まで着くかなと思います。ここは朝も通ったところだけど、朝はこの上り坂でクラッチ滑っちゃって、もうスピードが出なくなっちゃったんだけど、今は大丈夫。滑ってる感じは、あからさまに滑ってる感じはない。スピードも普通に流れについていけてるぐらい。いやー、本当に焦ったね。朝は試運転は大事。大西洋の綺麗な景色、前のトラック煽りに株北田商事って書いてある。これ日本から来たやつなのかな。え、でも左ハンドル、あ、左ハンドルなのかな。あ、キャビンと荷台ニコイチなのかな。料金所が出てきた。バイクは200って書いてあったかな。そもそもバイクはここ通っていいのかな。あれ、あ、行っていいって、あれ、払う必要なかった。寒い。結構な寒さだ。猿だ。あ、猿だ。まともに野生動物初めて見た、今回のアフリカ旅で。その動物は猿だった。美しい。通ってきたメインの通りから一本入りました。この先に宿があるんだと思う。今ここ走ってるところは砂だけど、そんな深い砂ではないので、クラッチにもそれほど負荷はかからないでしょう。危ない、あ、ちょっと待って、ちょっと深いところもある。あ、多分これだ、こっちだ。着いたよ。
徒歩行けばいいのかなと。あ、レセプションと。You may stay here. Wow. It's good? Yes. Good? Yeah, good. Good? Good. Okay. Yeah. Now, if you wanted to make the broth, you are free. Ah. Yes? Okay. Yeah. Okay. Yes. 5時30分、無事今日の宿が決まりました。今いるのは、サンガノという場所です。ルワンダから100キロぐらい離れた場所になります。今日はルワンダ出発して、クラッチ問題が再発したけど、なんとかバイク屋さんに戻って再修理してもらい、クラッチは大丈夫な状態になりました。で、今日泊まる宿はここ。とても素敵なお部屋、ベッドとエアコンとテレビもあるけど、まあ結構ね、寒いから必要ないと思う。そして、シャワーとトイレもあります。もちろんお湯も出ます。はい、今日はここに一晩泊まります。で、しかもここ本当は5万クワンザっていうことだったんだけど、従業員の方がオーナーに電話してくれて、で割引してくれました。2万クワンザという元の5万クワンザの半額以下になってしまいました。いやー、すごく嬉しい。そう、これだからここ本当だったら5万クワンザ、約8000円、500円、9000円ぐらいの部屋です。まあ外にね、外行くと、外には、あ、ちょっと見えないか。ここね、プールもあって、で、食堂、バーもあって、とても素晴らしい、素敵なところです。泊まるのはこの部屋。アンゴラ滞在可能日数、今日含めて5日なので、明日になったらあと4日、まあ多分ギリギリ出国、オーバーステイにならないように出国できると思うので、まあ焦らずに行きたいと思います。ホテル併設のレストランでご飯頼みました。ステーキとご飯、ライスとポテトだね、バターと、そしてビールもう2杯目飲んじゃった。はい、いただきます。いただきますよ。あ、しっかり味付けがしてある。ちょっと硬いけど美味しい。細長いお米だけどしっかり炊けてて美味しい。パラパラ系のご飯だ。そしてこれポテチ。あ、これ美味しい。多分これ出来合いのポテチじゃなくてここで揚げてるやつだと思う。美味しい、うん、今日のご飯ちょっとね高いけど、これで1万クワンザ、1300円ぐらいかな、うん、でも美味しいです。よかった。でビールもスーパーで買うと400クワンザだけど、ここはやっぱりちょっと高くて1000クワンザ、それでも150円ぐらい、うん、はい、今日のご飯でした。ちなみにここはプールもあります。プールもあるけど、ね、まあ今日はね寒いから全然入れない。そして他のお客さんはいない、一人での貸し切りです。いいところ。